どうも、PO25 です。今回の動画では、ちょっとゆるくブレイブスのお話をしていこうというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。というところで、現状のブレイブス、日本時間7月の17日現在で、61勝30敗。この数字というのは、ナショナルリーグ東地区首位どころではなく、なんとメジャーで一番勝っていると。いや、これ、調子良くて困っちゃってます。そんなね、ブレーブスなんですけれども、いわゆるコンテンダーなわけなんですけれども、この時期と言いますと、やはりこう、MLB ファンはね、そわそわし始めるわけですよ。何かっていうと、トレードの話題ですね。というところで、今回の動画は、その流れに乗ろうというところで、考えてきました。ブレーブスのトレード候補予想。私も別にね、まだブレーブスファン始めてそんなに年数経ってるわけじゃないですから、軽い予想と捉えてください。一ファンの予想だと思ってください。当たったらちょっと褒めてほしいなぐらいで捉えてほしいんですけれども、予想の方してまいりましたので、ちょっとお話の方させていただこうかなと思っております。はい。ここ数年のブレーブスのトレードラインをちょっと振り返るんですが、まず21年は外野4人集。これが非常に、やっぱり印象的。あとはリチャード・ロドリゲスとかですね。いつの間にかいなくなってましたけど。で、去年は、ライセルを連れてまいりました。チャベスがね、ちょっとロサンゼルス旅行に行ったりとかもあったんですけれども、あとはアドリアンザとかグロスマンとか、オドリッチとかというところで、ブレーブスは大物をバッて狙うというよりかは、どっちかというと確実に穴を埋めていくタイプの補強をするチームでございますので、ここ近年はね、正直昔は見てないから分かんない。国民年はそういうタイプの補強をするチームでございます。それも踏まえて、今回予想してまいりました。じゃあまず、今年のブレーブスの現状の穴、お話ししたいんですけど、正直61勝メジャーで最も勝ってて、そんな穴あるのって言われるかもしれませんけど、野手についてはないっす。野手はこのままでいい。ちょっとエディロサがね、なんかちょっと怪我したみたいな情報が入ってきてますけど、それはちょっとエディロサの今後の状況にもよるからさ、なんとも言えなくて、現状では、エディロサが怪我する想定の前の、穴なんですけど、リリーフが実はちょっと苦しくてですね、というのも、最近になって、リリーフがすごい怪我人が多発してき始めまして、怪我人で主なところで話しますと、AJ ミンター、ニック・アンダーソン、ジェシー・チャベス。ここら辺がね、すごい怪我し始めてまして。ねえ、すごい、ちょっとピンチなんですよ。ニック・アンダーソンとかね、今年頭からずっと頑張ってたんで、本当にでかいし、AJ ミンターも最近調子上がってきたと思ったらね、ちょっとまた怪我しちゃったというところで、現状投げれる中でのメインなリリーフというのが、クローザーがライセルいまして、今、カービー・イエツ、ジョー・ヒメネス、マイケル・トンキン、コリン・マクヒュー、あとは、リットキーが最近投げてたりとか、ベン・ヘレーラというところが、最近は出てくるかなというところになっております。このメンバーですとね、ちょっとこう、やはりこれからの夏という戦いに向けて、厳しいというふうになってきますので、やはりデッドラインではリリーフを狙ってくるのかなというところになります。というところで、今回で、上げてきた候補はリリーフ3名でございます。というところでやっていきましょう。最近ですね、サバントのね、この指標部分を切り取って画面に貼っちゃうだけで、私が詳しい選手の説明しなくてもいいということが発覚しちゃいまして、なんか楽してんなと思ってるんですけど、というところで1人目いきます。この選手が取れれば万々歳というか、この選手は今回の候補の中でもトップクラスに今年成績いいです。一人目、コロラドロッキーズからブレント・スーターでございます。はい。今年スーター31試合に投げまして、防御率が 2.81。非常に素晴らしい。ね。クワーズの本拠地にし始めたにもかかわらず、これはすごいですね。今年のスーターの特徴なんですけれども、とにかく打球管理に優れております。ね。三振とかをね、バッタバッタ取るタイプではないんですが、とにかく打球管理がうまい。何なんでしょうね。この三振をあまり取るタイプではないのに、コロラドで2点台なのは、これはとにかく今年打球管理がね、素晴らしいんですね。他の年のスーターのサバントを今見てるんですけど、比較的ハードヒットとかっていうのは、すごい何年も抑えてはいるんですが、今年はそれにプラスで、バレルとか、
あと、X 系の指標ですね。ここら辺がすごく優秀で。ね。いや、すごいなぁと。素直に感心をしてしまってます。なんか投球の変化があったのかなって見てるんですけど、まあ、特にこの打球のゴロ率とかの割合も別にそこまで大きく変わっているわけじゃなくて、まあ、目立ったところで言うと、今年から投球のメインを、シンカーにしてるのかな、これは。色的にシンカーですね。シンカーにしているというところでございます。ただ、あと今年強力なのはチェンジアップ。被打率が1割5分9厘。これは非常に素晴らしい。というところも含めまして、左のリリーフというのはブレイブスかなり現状欲している部分かなと思っております。まあ、AJ ミンターが怪我をしてしまいまして、リットキーがちょっと誤算。で、ディラン・リーも、怪我というところで、左は欲しいかなというところで、まあ1枚目ブレント・スーターでございます。続いて、2人目ですね。2人目は、こちらもコロラドロッキーズからブラッド・ハンド。まあ、今年ハンドは34試合で4.99と。いう防御率でございます。まあ、一時代はですね、抑えでブイブイ言わせたハンドでございますが、ちょっと最近はまた低調なシーズンが続いている。あ、でも去年いいんだね。55試合で2.80なんだね。去年こんなに良かったんだ。ちょっと知らんかったな。ごめん、ハンド。近年不調と言っちゃった。普通に去年は良かったんですけど、今年はまたちょっとクワーズ行ったからなんですかね。4.99という防御率でございます。まあ、サバントの方も今現在見ているんですけれども、まあ、スーターに比べると三振が取れるタイプ。まあ、どっちかっていう、どっちかの判断ですね。スーターが結構その、まあ、三振は取らないけど、打球管理優れてるのか、まあ、ハンドはちょっと三振も取れるよというところでハンドを取るのかというところになります。まあ、リリーフというのは、まあ、空振り取れるというか、三振が取れて、まあ、損なことはないわけですから、ね、むしろ三振が取れなきゃダメという考えの人もいるかもしれませんし、まあ、そういうところで、どっちを取るかですね、ブラッドハンドを取るのか、スーターを取るのかというところになっております。正直、残してる成績的にも、ハンドはそんなに高い対価を払わなくてもいいのかなというところになっておりますので、まあ、現状、ブレーブスのマイナーを考えますと、ね、あまり高いところには手を届かないわけですから、まあ、そういうところでハンドはなかなかありなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ブレイブスならうまいことしてなんか復活させられるんじゃねえかなと思ってますしね。ね、さあ、続いて3人目いきましょう。3人目なんですけれども、3人目はカブスから、マイケル・フルマーでございます。まあ、正直これについてはカブスが売り手に回るのか、それとも買い手でいくのかっていうところによるんですけれども、まあ、売り手になった場合、マイケル・フルマーを狙ってもいいのかなと。今シーズン41ゲームで4.61という防御率でございます、マイケル・フルマー。まあ、今年のサバントをちょっと見ているんですが、打球管理、まあ、ハードヒットとかの感じがすごく良くて、なんて言うんでしょうね。なんか、それこそスーターとハンドを足して、2で割らないにしても、どんぐらいで割るんだ？まあ、ちょっとなんか、さらにプラスした感じの。まあ、スーターほどその X 系の手法は良くないんですけど、まあ、ただ、スーターほど三振が取れないわけでもないし、ハンドほど、なんていうの？打球あまり強いの打たれたりとかしてるわけではないんだけど、なんていうの？なんかちょっとね、でもハンドよりはいいか。わ かんないけど、ね、ただ、フルマーの問題点、問題点っていうことでもないんですが、右なんですよね。まあ、右はね、正直まあ、いるっちゃいるんですよ。まあ、イエーツでしたりとか、それこそね、ジョー・ヒメネスもいますから、ジョー・ヒメネスね、なかなかの対価がして取ってきたので、頑張ってもらわないと困るんでね、まあ、フルマーはちょっと微妙かなというふうには考えております。あんまりないかな。どっちかっていうと、まあ、スーターかハンド。ね、そうなると左、他、市場ね、さっき見たんですけど、あんまね、ピンとくる人がいなかったんですよ。じゃあ、ブレーブスのそのマイナーのあれも考えなきゃいけなくて、まあ正直さ、リリーフって別に半年のレンタルでいいわけじゃないですか。で、半年のリリーフにさ、まあ、現状ブレーブスの中で、まあトップクラスのマイナー選手っていうと、まあグリッソムになるわけなんですけど、まあグリッソム、もしくはシューメイクですね。あそこら辺になるんですけど、正直、リリーフの半年にそこを出したくもないじゃないですか。だからまあ、取れるラインでいくと、まあ、ハンド、スーターの方が、まあでも、フルマーよりもスーターの方が高いか、評価はな。
じゃあハンドかな今年3人の中で一番こうなんかあれがあるのはハンドかなとは思ってますっていうところでありがとうございました。チャンネル登録もお待ちしますのでよろしくお願いします。ではバイバイ。